演舞開演。どうも、本日はこちら和子というメーカーさんの柿雑炊というものを食べてみたいと思います。柿か、何久しぶりに食べる気がするな。これどうやらレトルトパクチーのようですね。こちらに豆腐がされてる食べ方も書いてありますね。おっと、通したお湯に入れて温めてくださいと書いてありますので、さすがにこのままでは食べられませんよね。というわけで温めてきます。少しばしお待ちを。温まりました。で、雑炊といえばやっぱりお鍋ということで、こちらの土鍋を用意しました。ではこちらに、入れていきたいと思います。で、ご飯入っちゃうじゃん。なんだ、見てください。小さいですけど、小ぶりですけど、ちゃんと牡蠣がいますね。香りはしっかりとします。ではいただきます。牡蠣がお米にしっかり染み込んでる。すごい。牡蠣の旨味と言いますか、風味と言いますか、それがきちんと雑炊としてお米に染み込んでいて、牡蠣の身も少ない、小さいですけど、しっかり歯ごたえ、食感が感じられて、とっても美味しかったです。やっぱり牡蠣は美味しいですね。それにお米が入っていたのですが、食べたい時にすぐ食べられるというのもいいですね。知らなかったのでお米用意しちゃいましたけど、まあいいでしょう。いっぱい、その分いっぱい食べられたということで、ご視聴というわけでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。